目だけは、関東地方以西の本州、四国、九州、琉球まで広く分布する、多年生常緑笹の一種。主に川岸や海辺の丘陵などに群生する。管の高さは2から8メートルほど、直径1から3センチメートル程度で笹としては、大きい部類だが、その姿はスラッと細く伸び女性を思わせる。別名、篠竹女竹、目だけ新苦竹。 川竹、なよ竹。竹の子川は緑暗色のチシロ黄色で、緑色の無毛なめらかな円筒型で中空の缶の、ほぼ中ほどまでの長さがあり、落ちずに、いつまでも缶に残る。石管は、約15センチメートル。節は低い。缶は柔らかく通常無毛、また粘り強いのでブびやきせる、筆軸、カゴなどの竹細工に向く。葉は五星で、無毛。 平行脈、細長くその先端部が垂れ下がる。傭兵は短い。幼少は無毛冬にやや破遣白っぽくなり、騎神系あるいは卵長系で先が尖る。葉の基部は円形で急に狭まる。葉挙子は細かい。上部が密に分子し、節から3から9本ほどで、葉は枝先に3から6枚ほどついて、計1から3センチメートル。 長さ10から30センチメートルほどで無毛。地中に直径2センチメートルほどの太い地下径が生い、節から竹の子が出て繁茂する。苦竹という別名は5月頃に出る竹の子が苦いことに由来する。花は5月頃、緑単色で、茎先と枝先にタバセミッセイ。先に個から11個の花からなる10から20個ほどの、 線形扁平で3から10センチメートルの小棒をつける。花側は針形で、長さ0.3から1.5センチメートルほど。包み絵は2枚の小型、森絵は大きく先は尖る。内絵に流骨、鱗側さん、家中さん、おしべさん。時々開花し、後に枯れる。下水は古い皮をつけていることが多い。果実は A かで尖った、楕イ長形。 花長1.4センチメートル。農業資材や建築、漁業などに利用されていたため農家の周辺などに植栽されている。現在は利用されることが少なくなり、野生状態となっている。目だけの花。ありがとうございます。